疲れ様です。お疲れ様です。今日はいきなり高い場所からの。そうなんですよ。下塗りを塗っていくんですけど、はい、こっちじゃないんですよね。もうめっちゃ足場綺麗じゃないですか。そうですね。ちょっと広めな足場が。広めでステージみたいな、はい。ここじゃないんですよ。残念ながら。ここじゃないですね。そうなんです。これ見えますか。ちょっと危ないんですけど。なんと、はい、足場のアンチって言うんですけど、これ、はい、アンチがないです。こっち面。この細い、そうなんです、ここを塗っていくわけですね。そうなんです、これはやばくないですか。いや、やばいですね。ちょっと足すくんじゃいますよ、これ。すごい狭いんですよ。結構こういう現場って多いんですか。そうですね、あの名古屋市内とか。あ、結構ここもそうですね、築作、はいはい、なんで結構栄えてるから、はいはいはい、隣同士のギリギリに建てる場合がある。あ、そうなんです。ただまあ僕らだから柱一本建てれば塗装できる、まあ芝生が一番大変ですってこれ。立てるのもね。そうなんですよ、なのでこういう狭いところのうちある、まあ、どんだけ大変か、はい、一回見てもらいたいなと。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと上から本当に塗っていくんですけど、はい、ちょっと段取り的に、あの狭いところちょっと見せたいんで、はい、下降りてってやっていいですか。わかりました。わかりました、はい、じゃあ下行きます。はい、はい、さあちょっと下に降りてきましたが、ね、はい、向こうにこっちはまあ言えないじゃないですか、はい、向こうにちょっと隣、お隣さんがあって、あ、これぐらいしか本当にできる職人って体がスマートなんでこういういかなる現場にも対応できる、対応できる、そうです。僕わざと太ってないですよそうなんですよ、はい、そういう現場にも対応できる体作り、そうですね、意識高いんでパーフェクトボディみたいな。そうです、パーフェクトボディですねそうですね、まあ、うちの、まあ、本当に現場によって職人変えてます本当に。ああ、今日も他に2人いましたよね。いましたね。もう割とスマートな僕は先発して誰と誰でスマート先発、うもう感づいてますもんね。あ、細い、あ、俺らが選ばれたってことは、ことはめちゃくちゃ狭いわクイさんっていうベトナム人がいるんですよ、はい、すごいスマートなんで、はいはい、もう持ってこいですよねでも伊藤家もこれも通んないんで。ああ、それぐらい狭い。ウエストよりは太いんで、あ、通らないです。なんでバケットで少しずつ入れては小分けにして、そうなんですよ、取りに来ないといけないんで、これぐらいで、はい、よいしょ。でまたこのサーフが濃いんであんまりテープいけないんですよね。なんでこんだけいっぱい持ってきたとしても全然足りないんで、あ、じゃあ行ってみますか。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、何センチぐらいですかこれ。さ、50もないっすかね。そうですね、ヘルメットで通んないっすかねこれちょっと押してこうやっていきましょうもうその辺で大丈夫です。狭いっすねこれは。そうです、少し動くんでグッと押して。わかります、これギリギリなんですよちょっと待ってこのバケットがギリギリと言います。ああ、でもうずっと向こうあるんですけど、ちょっとこっから塗りますね。はい、本当にまだ、でもまだ広い方です。向こうがもっと狭いんで、隣の建物と密着って感じですね。そうです、持たれちゃうといい、あの汚しちゃうんで。あ、はい、絶対持たれず、でつける時もいつもみたいに妨害に行けないんで、おとなしく、おとなしめに、おとなしく行かないといけないです。で、何が大変って、ええ、この距離があるじゃないですか、壁のわかります。はい、広かったらいっぱい手動かせるんですけど、狭いんで。近いですね、向こう近いですよ目の前でこうそうなんですよ、へぇ、ぐらい狭いんで。狭いっすね。そうなんですよ。これ上の方塗ってくるじゃないですか。はい、そ、次下の方あるじゃないですか。そうですね、また下の方しゃがまないといけないんですよねこうやってすごいバランスでやってるんですね。そうなんですよ。こうやって下の方まで、あ、塗ってあげるんですね。体勢悪いっすねこれ。悪いですね。でこれはトイなんでまた違う塗料で、これは錆止め、はいはい、入ります後でなんでまた持ち帰らないといけないです。錆止めはこのために持っていかないといけないですし、細いところでそうなんですよ本当にもう大変なんですよ。細かな作業が。そうなんです。続くわけです、ね、で物って絶対あの何ていうんですか、建築現場では落としちゃダメなんですよ、はいはい、ルール的には本当に、
本当ダメなんですけど、僕この現場でハケを一番から下まで落としちゃった。これを降りてくっていう、もう悲惨じゃないですか。辛いですね、こんな物落としたら本当に、取りに行くのが大変ですもんね。大変ですよ、けど楽しいですけどね。なんで結構本当に選ばれるんですよね、職人も。 あんまり大きい人ね。例えば役にあるまあ僕うちの副職長さんとか元ボスとか使ったら俺殺されるんですね。言うてますけど、そうです、元ボスも結構ワイドボディなんで。ワイドボディ、そうジャンルが違うんです。ちょっとあのパワー系なんで、パワー系の伊藤館とかいっぱい持ってっちゃうんで、僕はもうちょっとスマートの方で行きます。引きで取ってみますね。はい、これがまだよいしょ。これは狭いっすね、ほんと狭いですよ。これをひたすら塗っていかないといけないですよ。向こう見るの嫌じゃないですか。はあ、で基本的にはもう上下作業しますね、もうみんな。あの1人横の1列、はいはいはい、ずつ塗ってきます。狭さが伝わるかな。じゃあ本当に僕慣れてるんで、まだなのであれですけど、本当に大変ですよこれ。でも足場がちゃんと手すりにも入れてくれてる。こういうところを立てるんですね。そうなんです、大体なんかこの上下に2本もあるんですよ。どうやって入れてるんですかね、これ。すごいですからね、本当に足場の職人さんは。ですね、ありがたいです、ね、優秀な足場班。分かりますからね、僕らが作業しやすいようにやってくれてるんで。本当にシールもそうですけど、これガンを打つわけじゃないですか。はい、こうやって打っていくんですけど、ガンを距離がありますからね。すごいっすよね、絶対できないです僕。さっきの体験の話じゃないですけど、検査の時もここに検査の通れるプランナーさんとか来るんですよね。ここに河合さん、あ元ボスは来ないです。確信してます。だからそのちゃんと選ばれた人を、あの監視員を派遣してくると思う。そういうことです。そうなんです、ね、しっかり見られます。ここまでも、うん、全部見られるんで。あなん で暗いんで、細い面ってすごく暗いんですよ、はいはい、なんであのなんていうんですかね、目残しが出やすいです。あとあーなるほど、はい、塗りにくいし目残しも出やすい。引きで見れない感じしますもんね。そうですね、あーそうですね、視点がちょっと離れて見れないですね。ほんと少し塗っただけでも材料こうやって減ってくるんで。あーもうほんとですね。そうまた取りに行かないといけない。時間と手間とそうなのかかるんですよね、やっぱり。慣れてくるとほんと楽しいです、こういうとこ。なんか広い面を塗るのはもういたらもうある程度の人は誰でもできるじゃないですか。ちょっと特殊になってくると思いますよね。逆境に打ち勝っていく。やったのか、絶対綺麗にしてあげるわ。思うそうね。だってうち、なんていうんですか、濡れないでしょみたいな人もいますもんね。狭すぎて多分足場立たないよ、ね、そうですね、僕も施工事例の塗り上がった後の撮影とかも行くんですけど、はい、どうやって塗ってるんだろうっていうぐらい狭いところも綺麗に塗られてますからね。そうですよね、うん、って言ったらまだここは広いかもしれないですね、はいはいはい、本当に。本当15センチとかありますよね。20センチとか本当ありますよね。だから塗り替え道場だと、まあ、そういう時はもうモデル入れてますね。モデル、はい、モデルさんとウエスト細いじゃないですか、はいはい、モデル使ってます。モデルを使って塗ってるわけですか。そうです。モデル塗装班がいるわけですね。そういますよ。僕は入ってないんですけどね。残念。そうなんですよ。さっきなんか、はい、別の塗装してる時になんかモデルさんっぽい人がいましたね。いましたね、はい、あの僕全然作業そっちのけで違う僕あのめっちゃ集中してやってた。いやいましたっけ。今あの隠れて、はい、実は撮ってたんですよ。何をですか。あの寺西さんがこう、はい、作業の手を止めてそのお姉さんをこう見てるところをご覧ください。こちらです、どうぞ。
はい、今写真が入りましたけど。それダメなやつ。違うじゃん。ちょっと美人女子にちょっと気を取られている。あれ違う。仕事ペンキとかやっぱ飛散するんで、はい、あモデルさんにかからないように。そう近隣なんていうんですかね、やっぱ、はい、まあ、それはもう歩いてる人に行ったらもう仕事させてもらってるんで、僕も挨拶はさせてもらいますし、それ綺麗な人がいたらもしペンキと同じならどうしようと思って。はい、見てないす、好みでしたか、綺麗でした、どうでした、綺麗でしたよね、うん、まあ見てますね、がっつり、まあ、でも本当に会ったら僕喋りかけれないぐらいシャイな可愛かったです。すごい、すごかった、ガチモデルさんでしたよね。そうなんですよ、撮影会しましたもんね、多分なんかの雑誌のですね、モデルさんでしたよね。がっつり見てましたね。いや、あんまり覚えてないですけどね。男性でしたね、確かね。いや、あ、違いましたっけ。いや確か男性だっていうの。スーパーモデル系でした。名古屋最高っす。都心部最高っすね。こうやってまあ、楽しくやってるとあっという間ですね。あっという間に、はい、もう少しです、どんどん増えてきてますね。仕事やっぱ楽しくないからそうですね。あんな近いです。近すぎてピントが来ないぐらい。今日は狭いところ、強勝部っていうんですか、はい、狭いところの塗装の話と、まあ寺西さんが女の子ばっか見てる、違う、まあ職人は体験も意識してますよっていう動画です。、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょ、本当あかんすって言ったら。カメラマンさん、肘にペンキついてます。あ、やばいっす。僕のペンキが、あ、ほんとだ、狭いところに。大丈夫ですかこれ。大丈夫ですよ。すいません。はい、大丈夫です。また塗ってきます。僕の作品なんで。全然大丈夫です。これほど、それほど狭いですよ。わかります。